プルにどこに意識を持っているかというと、膝の位置というのが、腕っていうのはついてくる骨盤の、スピードというのを上げるということ。前回の特産 TV とのコラボ、この動画の中で、下半身の使い方、投げる時の下半身の使い方っていうのを説明させてもらったんですけども、それを、より細かくちょっとこの動画でお伝えできればと思います。それでは細かく説明していきます。まず上体が振られる時に起こることなんですけども、まず骨盤が開いていって上が動き始める。これはまあ骨盤とそのまあ上が連動しているという話で、よりシンプルにどこに意識を持っていくかということで、膝という話をしました。で、膝の位置というのが、膝が前に向けば骨盤も勝手に前に、回旋していきます。で、骨盤が回旋していくと上も一緒についていきます。なのでこの骨盤の回旋スピードというものを上げれば、腕を振るスピードというのは勝手に上がってきます。基本的には腕っていうのはついてくるものというふうに考えているので、この骨盤の回旋スピードというのを上げるということに、視点を置いて話をしていきます。この軸足の使い方なんですけども、まあ、足を上げます。そして前に出ていく時に起こりやすいことといえば、足を上げます。そのまま倒れていきます。そうなるとどうなるかというと、膝が勝手に前に折れていくので、その骨盤自体は開きながら出ていきやすくなります。なのでこの骨盤っていうものを変身運動といって、そのままの角度で、まあ、このグラブが骨盤だとしたら、回転しないようにそのままこの角度をキープしたまま移動していきます。これを平身運動と言います。この平身運動を作るためにどこに意識したらいいかっていうのを、すごい僕自身も現役の時から考えてて、まあ、そして引退してからもよく、聞かれます。腕の振りを速くするにはとか、この骨盤っていうのを速く回転させるにはっていうのをよく言われるんですけども、基本的にはこの右膝、僕であれば軸足は右足なので、この右膝を頑張って残す。そうすることによって骨盤というのは絶対開きません。この膝をこのつま先の上あたりに置いとくように意識します。すると勝手にこの頭も残ってきます。この上までとはいかないんですけど、つま先、膝、そしてこの頭っていう位置がなるべくぶれないように、なるべく突っ込まないようにするように練習のうちから意識して行います。この形を作るように。で、この時に肩がね、やっぱり上に上がりやすくなるんで、なるべく平行、肩のラインっていうのは平行、そして膝の位置っていうのもそのまま、そのまま向かうように、意識します。で、この膝がどうしても速く回転しやすくなるので、なるべく大げさに最初は残して投げます。投げる。よくね、こうやってこう閉じるとかっていうイメージを持つ人も結構いるんですけど、その場合膝が内に入りすぎるので、内に入りすぎないようにもう残すぐらいで、大げさに残すぐらいでも大丈夫だし、そっちの方が意識できるかなと思います。ちょっと投げてみます。そうすると投げ終わりはこういう形になります。すごい不自然だけども、これが基本的にお尻の筋肉っていうのをしっかり使えてる証拠で、この膝を内側に入れる、内にガクッと入ってしまうと、何がいけないかというと、足を上げて前に出ていって膝を内側に入れすぎるということは、こう残した時よりもこの右肩、右ピッチャーであれば右肩が
こっちに倒れていきます。こうなるとどうなるかというと、シュート回転していきます、ボールは。なのでしっかり上から叩くという意味でも、こっちの足っていうのは自然と膝が外に出るぐらいの形の方がいいと思います。自分が、他のピッチャーとかを見るときにどこをこう見るかというと、この骨盤の動き、骨盤の動きというのを基本的にはピッチャーとかであれば見ます、まあ、バッターもそうなんだけど、ピッチャーは特に強くそこを意識して見ます。上の使い方とかっていうよりも、やっぱり下半身の使い方で上の使い方っていうのは決まるので、そこを見ます。で、この骨盤の動きっていうのも、 あんまりこう、これを前傾というんですけど、前傾したまま上げて反ってそのまま向かっていくとか、後傾というんですか、後傾しながらそのまま開いていく、これをその骨盤のほどきっていうふうに言ってるんですけど、この骨盤がほどけないようにするために、この膝を意識してあげるとよりシンプルに物事を考えられるかなというふうに考えています。なので、このしっかり膝を残してあげるということによって、骨盤というのはいい角度でそのまま平身運動を行っていけるので、ここを意識してあげるだけで骨盤の使い方、上の使い方というのも、ガラッと変わってくると思います。そして膝の前後のブレなんですけど、足を上げました、でキャッチャー方向に向かって出ていきますっていうことの時に、この膝があんまり前に出すぎると、もうこの時点で骨盤っていうのは開き始めるので、あんまり前には出ない方がいいです。で、逆にこれがそのまま後ろに行くような形だと、骨盤というのは前傾しながら前に出ていくので、これもあんまり良くないかなと。なるべく若干後傾させながら出ていくので、やっぱりこのつま先の上ぐらいにこの膝のお皿が乗るぐらいな感じで出ていった方がベストかと思います。フォロースルーなんですけど、膝を残します。なった時にこれで何が起こりやすいかというと、今度は前に体重が乗り切らないっていうことが起こり得るかもしれないので、そこはしっかりと自分のこの正面を叩くんではなくて、若干左前正面ではなくて、若干こっち側、自分の体のこっち側を叩くように意識します。そうするとどうなるかというと、膝を残しました、膝を残してこっちも叩きます。そうなるとこういう形になります。なので、よくここにパーンと乗せるとかって言うんですけど、これだと体重がなかなか乗り切らないっていう、ことが多く出てくるので、この軸足っていうのがバーンと投げた後にこっちに返ってくるぐらい、自分のこの軸足が自分の体よりも前に来るぐらい、体重っていうのは乗せていった方がいいと思います。だからこの、指標として、自分のバロメーターとして、この軸足の使い方、膝を残す、そして前に出ていきます、こうなった後にこういう形のラインが引かないように蹴る、そして体重をしっかり前に乗せて、前にこの足が自分の体よりも前に来るぐらい体重というのは前に乗せてみてください。で、良くない投げ方というのを何球か投げてみます。
ていうな感じで、若干横振りになってしまうかなっていう感じですね。なのでしっかりこの膝はできるだけ残してあげて、最後にこの平身運動が出来上がった時にそこで最後という形の方がやっぱり強く足も蹴れるんで、この動きというのは覚えた方がいいかなと。でこの間違ったやり方だとやっぱりラインが長く入ってしまうので、このラインっていうのも引きずるような形っていうのが出ないようにしっかり残して投げるというのを意識した方がいい。